ガールズケイリン応援チャンネル、ご視聴ありがとうございます。モロヘイヤミカミと申します。今回は熱きハートを持つ強き母、加瀬加奈子選手の魅力を紹介させていただきます。まず加瀬加奈子選手のプロフィールなのですが、1980年5月31日生まれ、新潟県出身、現日本競輪選手養成所の102期生になります。大学時代はトライアスロンに取り組んでいた加瀬加奈子選手、国民体育大会の県代表として出場するなどの活躍をしてました。そして2010年、弥彦競輪場がクラブスピリッツというサイクリングクラブをスタートしたことを受け、加入したと同時に2012年7月開始予定のガールズ競輪選手を目指すこととなり、同じ志を持った中川涼子選手、藤原愛理選手、田中真由美選手の3人と共に共同生活をスタートさせます。そして2011年に現日本競輪選手養成所に入学し、ガールズ競輪1期生としてデビューします。また当時はガールズ競輪と並行して自転車競技も行っており、タイで行われた ACC トラックアジアカップのオムニアムで優勝など、華々しい実績を残しています。それではここで加瀬加奈子選手の一押しレース、2013年のガールズ競輪コレクション前橋ステージのレース映像をご覧くださいませ。後ろを見たのは加瀬です。加瀬が車を外に出していきます。抑えるような感じで上がっていきます。4番の加瀬、その後ろは1番の中山、2コーナーからバックストレッチに入りまして、さらには5番の篠崎が3番手続いていく。4番の加瀬が誘導を外した、誘導が切れまして、そして2番の渡辺さん、2番手のインコース、1番の中山との並走なんですけれども、ここは2番の渡辺が2番手を取り切る。3番手うまく6番の中村立ち回ってきまして、後方からは7番の中川、残りは1周。今日4番の加瀬の先行です。加瀬の先行、2番手には2番の渡辺、その後ろ6番の中村3番手、4番手1番の中山内に詰まっている、外には7番の中川、そして6番手5番の篠崎、最後方3番渡辺がまくっていますが、前は4番の加瀬、2番手からは2番の渡辺、最後の直線2番の渡辺詰め寄っていきますが、加瀬ちゃん強い。はい、というわけでございまして、加瀬加奈子選手といえばのパワーあふれる選考でガルコレを制覇。加瀬加奈子選手の選考は憧れている選手が多く、とても魅力的です。それではここで加瀬加奈子選手の魅力を数ある中から2つに絞って紹介させていただきます。まず魅力1つ目、母でも優勝。加瀬加奈子選手、2019年2月2日にお子さんを出産しており、そしてなんと同年7月に復帰し、11月にはなんと優勝をしています。いやー、母は強しなんて言葉がありますけれども、ここまで強いともう度肝を抜かれますね。そして今でもパワーあふれる走りは健在で、とても素晴らしいです。そして魅力2つ目、熱い涙。加瀬加奈子選手、とても熱い性格で、特にそうだと思ったのが同期の関口美穂選手が引退する時です。引退レースで関口美穂選手は見事一着になり、有終の美を飾りまして、レース後のインタビューを受けるのですが、もうその時加瀬加奈子選手が関口美穂選手以上にもボロボロ泣いてるんですよ。もうその涙を見て僕もぐっとくるものを感じました。走りがめちゃめちゃ熱い加瀬加奈子選手ですが、ハートも熱いんだなと思いました。また加瀬加奈子選手、結構他の方のインタビューに乱入することがあるんですけれども、これ僕は結構好きなんですよ。まあ、乱入に関しては様々な意見があるんですけれども、僕的な意見ですと、乱入した時結構ユニークな雰囲気になることが多いように見えますし、まあ、何でもかんでも乱入するわけではなく、ちゃんと雰囲気を確認して、あ、これなら多分乱入しても大丈夫だと思って乱入していることが多いかと思いますので、僕は良いと思います。ガールズ競輪の1期生で今でもパワーあふれる走りをする加瀬加奈子選手、これからも応援させていただきます。というわけでございまして、ご視聴いただきありがとうございました。今回のガールズ競輪応援チャンネルでございました。